新人を狙える人で、たくさんいると思うんですけど、僕の中で一番のライバルっていうのは東京店の、同じ店舗なんですが、先輩のカナルさん。今の時点では負けてるんですが、これから負ける気は全くしなくて、新人を本気で狙いたいタイトルなんですよね。 新人王を目標に今頑張っているんですけど、前回前々回とユナイテッドだったので、これに続けるように新人王を絶対に取りたいと思います。 今月新人王を狙える最後のチャンスも好きなんで、もう本当に前半から気合い入れてしっかり飛ばしていって、本当に新人王というのがもう今一番欲しい大統領なんで、 本当に気合い入れて頑張っていけば絶対取れる賞だと思ってるんで。 人数が少ない中で内容の濃い仕事をさせてもらってるんで、それの結果を新人を取るって形でクローバー大阪が最強ってことを証明したいです。 自分の中でも結構手応えがあって、ホストやってる中で、新人王は自分の通過点として考えてるんで、他の誰にも負けないように頑張りたいと思います。